祝哲婚は、おじ、または、おばと名、または、おいの結婚。異世代婚の一種。ただし、日本語では、名男を、おいと呼んだりするなど、親族故障を別に言い回すことが多いため、紛らわしさを避けるため、おじと名の結婚、おばとおいの結婚などと関係を具体的に表現する、ことも多い。近親婚扱いされて許可されていない国も多い。なお、 叔父と姪の結婚は、認めるがおばと甥の結婚は不可。母方の叔父、おばとの結婚は、認めるが、父方は、不可というような片方のパターンだけ認めるようなケースも、ある。15世紀から17世紀にかけてのハプスブルク家の、ケイズ古代ローマ帝国では、皇帝クラウディウスと姪えの昭和グリッピナが法律を、変えて無理に結婚した例がある。東ローマ帝国の皇帝、ヘラクレオスと、 名のマルティナのように、周囲から避難を浴びながらも結婚した例もある。南ドイツ発祥で神聖ローマ皇帝家や、スペイン王家にもなったハプスブルク家は、このような婚姻を頻繁に行っていたことで知られ、例えば皇帝フェルディナント2世の両親は、おじと、名、スペイン王フェリペ3世の両親は、おじと名の関係である。 スペインハプスブルク家の断絶は度重なる近親婚による遺伝的な疾患の発現が原因である可能性があるとする説があるがポルトガルやスペイン南イタリアの王族の間ではハプスブルク家以前にも以後にも祝鉄婚がしばしば行われているドイツでは法律上は祝鉄婚が認められているアドルフ・ヒトラーの名であるゲリラバルが自殺したのはヒトラーが名のゲリと 愛人関係にあったにもかかわらず結婚しようとしなかったためだとする見方もある。タイにおいてはこのような婚姻も法律上認められている。インドにおいては一般的な場合に適用される婚姻法では原則としては禁止しているが、あくまで原則であり、実際には宗教や慣習上の問題がなければ可能とされている。母親の介護で忙しく、 年齢を経ても未婚だった息子が、母親が92歳で死去した後、すでに60歳となっていたが50歳の名と結婚したという2008年のタミル・ナード・シューネの報道もある。朝鮮では古代に白木で骨品性の影響もあり、また後来でもその伝統を受けて王族でおばとおい、おじと姉が結婚する例が見られた。中国においては、漢民族の習俗によって、 同性間の祝鉄婚は認められなかったが、古くは異性間の祝鉄婚に関する規制はなかった。古代には前漢の経帝や三国時代の暮れの経帝が名を、こうこうとしていた例がある。儒学者は異性間でも反対したため、次第に行われなくなった。日本日本ではかつては普通に見られた慣習で、日本神話においては、おばとおいの関係である玉寄り美とうがや吹き合図が、 結婚したことによって誕生した息子が後に、初代天皇として即位し、神武天皇になったという伝説もある。天智天皇と天武天皇の時代の天皇家の、ケ図天皇家では、政略上の問題から結婚させられたと見られる場合もあり、光徳天皇と名の橋人王女の婚姻礼のように、不和がひどかったとされる事例もある。天智天皇と天武天皇の時代には、 天智の娘すなわち、天武の命が何人もおじである天武の妻になったという記録がある。奈良時代、藤原氏出身で皇后になった、光明皇后は、夫である、聖武天皇の母方のおばにあたる存在であった。平安時代も、須作天皇と、広子女王、遠友天皇と高子内親王のようにおじと名の、婚姻例が存在している。 摂関政治の頂点といえる藤原の道長の時代には、天皇家の母方の一家が実権を握ったことで、後一条天皇や後須作天皇のように天皇が母方のおばと結婚する現象が見られた。だが、後一条天皇はおばと結婚しているが、当時としては、珍しい一夫一妻制を貫いた天皇として知られている。 戦国大名の伊達政宗のもとで活躍した一門の家臣、伊達成実は母親が父伊達身元の命であったとされている。大阪の陣で江戸幕府軍に敗北し処刑された長祖壁森地下は名を妻としていた。明治時代に制定された民法では建前上は一応禁止したが内縁関係の制限は設けなかったため、事実上は 地域社会においては黙認された監修として続いている。倉本正夫による昭和17年度の富山県の産婦人科における調査によれば調査対象となった1197人の婚姻例のうちに例すなわち約0.17%の婚姻が宿鉄婚であったと1943年に豊田文一との共同研究という形で報告をしている。 茨城県におけるおじと名の内縁関係で、おじが死亡後の名に対する遺族年金の給付が可能であるかをめぐって訴訟が発生し、2007年3月にはそのような内縁関係でも倫理性などに問題がなければ遺族年金給付は可能という最高裁判所の判断が示された。2009年1月には兵庫県におけるおじと名の内縁関係の訴訟においても、 遺族年金給付を認める判決が東京地方裁判所で出されている。夫婦とも記事が揃っている事例のみ挙げる。日本中国中東祝鉄婚に類似する異世代婚として王子とまた名の結婚もある。歴史上の人物では以下の例がある。一例として古代のヘブライ人の掟が載っているレビキ第18章の説明では 男が肉体関係を持ってはいけない女性の例に、父の姉妹、母の姉妹と、おばとの関係を認めない記述はあるが、兄弟姉妹の娘は乗っていない。スペインハップスブルク家、断絶の原因は、近親婚化研究結果。アフプブニュース、2011年9月30日閲覧。ジョンソン、ダニエル、ザ・フラートシャス・フロイライン。タイムズ・オンライン、タイムズ。 2011年9月29日閲覧。マンマリスアット63。アフターフルフェリング・デューティス・アズさん。タインアンニュース。2011年9月29日閲覧。豊田文一、倉本正夫。富山県下における血族結婚の頻度に、終定、農村衛生に関する調査報告第5報。金沢愛科大学従前会雑誌48。 2270から2273。http、ザペイス、リブ、金沢 UACJP、ザペイス、ビットストリム、2297、21539、1、アン 00004385X-048 から、10から014。PDF2011 年9月28日閲覧。近親婚でも、受給海賊年金、最高裁が初判断。 47ニュース、共同通信。http コロンスラッシュスラッシュ www.47news.jp スラッシュ cn スラッシュ200703スラッシュ cn2007030801000461.html 2011年9月29日閲覧。近親婚でも年金認める東京地裁、婚姻秩序乱さず。 47ニュース、共同通信。http コロンスラッシュスラッシュ www.47news.jp スラッシュ cn スラッシュ200901スラッシュ cn2009013001000875.html 2011年9月28日閲覧。全部は、マルコの福音書、第6章では、アンティパスのイボテイのフィリッポス。 ユダヤ古代史、第十八巻五章ではさらに下のイボテである、ヘロデとされている。なお、ユダヤ古代史では、ヘロデ屋の娘のサロメの突ぎ先がフィリッポスとしており、この通りなら母子に抱い続けて、それぞれの叔父と結婚していたことになる。ありがとうございます。